浜田歌謡祭で田中樹がやばすぎた。どうも皆さんこんにちは、くです。はい、今日はですね、浜田歌謡祭の方で、まあジェシーとね、まあ樹くん、ストーンズの二人が、まあレギュラーで出てると思うんですけども、まあ、浜田歌謡祭って結構基本バラエティだから、あんま取り上げることってないんですけど、まあやっぱどうしてもね、今回は語りてえなって思って、ね、やっぱバチクソかっこいい時あったじゃないですか。ビッグバンのファンタスティックベイビー。もうそれのね、ジュリがやばすぎて、まあ、今日はですね、そちらの感想についてお話ししていきたいなってに思います。まあ、結構こういうね、浜田歌謡祭って番組って、その時の、まあ、カラオケというか、その楽曲が流れて誰が歌うじゃ誰が歌うなんか、ダチョウクラブじゃないけど、俺がやるよ、俺がやるよ、どうぞどうぞどうぞ、みたいな。ああいう感じで、まあ、歌える人が行こうか、みたいな。だから結構歌って、まあ、口ずさめるし、雰囲気はわかるけど、歌詞細かくわかんないとか結構あるじゃないですか。それって別に、その、ジュリーとかに限らず、ジェシーとかもそうだし、他の出演者の人たちもそうだし、結構曖昧にね、歌うことって多いと思うんですけども、たまにね、その、自分たちの持ち歌なんじゃないかっていうぐらい、バチクソにかっこいい楽曲。まあ、要は自分とかが、自分たちがカラオケとか行ってる時に歌ってるんだろうなっていう楽曲。まあ、それぐらい自分たちのお箱というか、まあ、ほんとカラオケで必ず歌うぐらいの、ほんと自分たちにとっても歌いやすい、歌えるっていう楽曲がたまに来るじゃないですか。それが今回ビッグバンのファンタスティックベイビーなのかなって思ったんですよ、ジュリの。まあ、その、ストーンズとビッグバンってめちゃくちゃ相性いいなと思って、やっぱこの、ジェシーがさ、少し前にビッグバンのガラガロ5を歌って、まあ、ジェシーもね、ガラゴロ5めちゃくちゃ好きなんですよ、って。もうほんとジェシーは、まあ、歌い慣れてる感じを歌ったじゃないですか。ガラガラ5、俺たちの上、ラララララみたいな感じで。そのラララララもうジェシーっぽく、ラララララみたいなね。踊りのマイセックスレイディ、盛り上がれエビバーリーみたいな感じ、その、なんか英語のバーリーみたいな。The stop, jump, jump, the stop, jump, jump みたいな感じだったじゃないですか。まあ、ジェシーといった英語が上手いし、まあ、そのほんと自分たちの持ち歌にしてるような感じで。で、今回ジェシーじゃねえ、間違えた。もうジェシーとジュリってさ、たまになんか G から始まるから、たまにちょっと間違えちゃうんですけど、まあ、ジュリのね、このファンタスティックベイビーの最初のラップ、めちゃくちゃやばくなかったですか。まあ、あと、プラスアルファ、僕今のジュリの髪型、超好きなんですよ。なんかやっぱその、ジャニーズとかスターエンターテイメントのタレントの方を好きなファンの人たちの女性、まあ何言ってんだかわけわかんないね。まあこのスターエンターテイメントのタレントが好きな女性ファンの人たちっていうのは、まあもちろん全員じゃないんだけど、やっぱ基本的にはそのロン毛とか結ぶよりも、まあ普通常の髪型というかね、普通が長さっていうのが、まあ一番いいと思うんですよ。ただ僕は男性なんで、この唯一無二というか、他の人と被らないみたいなのがめちゃくちゃ好きで、このジュリの金メッシュが入って、そして髪の毛を結ぶっていう、このスタイルめちゃくちゃ好きで、僕今、この髪型にしたくて僕今髪伸ばしてるんですよ。大絶賛髪伸ばしてる最中なんで、僕もこの髪結びたいなと思いつつ、ジュリのこの髪型かっこいいなって。で、この最初のさ、まだずっと凝り固まって、皆さん、単純にって言ったところ、その時の左手がもう超かっこいいんですよ。もうリズム取ってるんですよね。チュ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 みたいな感じの DJ じゃないけど。またずっと凝り固まって、皆さん、単純にみたいな、またずっと凝り固、このね、まだずっと凝り固らへんの、なんかジュリの、またずっと、なんかちょっとね、声がダミ声になるというか、キレダミ声っていうのかな。ちょっと裏声が入ってるような。その時のね、またずっと凝り固まってる皆さんってところは、あ、もうたまらんと。超かっけえみたいな。ジュリ超似合う。ジュリのそのラップ、ジュリのラップの声というか、声質にビッグマンがめちゃくちゃ合うなっていう。その後さ、これからじゃあまた言ったら飛び跳ねなの。これからじゃあ、これからじゃあのところが、もうね、なんだろうね、やっぱその、枯れてるのかな、ちょっと声が。これからじゃあみたいな。その枯れてる声が、ジュリ、ぽいというか、たまらんのですよ。その後の、高く空中にって歌った後、その後に、高く空中に俺はみたいな、この、空中にから俺はって、この俺はがね、俺はってやってるんですよ。
そのね、なんだろう、これなんつうんだろうね、ラップで言うと。まあ、正式な名称ってなんかあんのかな、このフェイクとか、このビブラート裏声みたいな、なんか歌で言う、一般的な、そのテクニックってあるじゃないですか。このジュリとかのような、俺は、みたいな、このそういうのって、なんて言うんだろうね。巻いてるっつうか。あとさ、はじめさん、今から連れて行こうか、宇宙に、っていうところ。その時のさ、まあ、その時のっていうか、ジュリが気合入ってる時のラップって、この右目の眉間の、ん？右目の眉間か。眉間のっていうか、右目の眉間にめっちゃその血管出るんですよ。まあ、少し不吉なこと言いますけど、プチって切れちゃうぐらいめっちゃ出るんですよ。血管が。だからそれがなんかそのジュリのラップって感じがして、めっちゃなんかその、気合入ってるというか。で、その後ね、2PM の、ね、人も一緒に歌ってくれたりとかして。まあ、そっからはもう、ダンス、ダンダンダンでダンスみたいな感じで、もうジュリのね、ラップはもう終わっちゃったんですけど、もうこのね、ほんと10秒ぐらいのジュリのラップのためにちょっと一本撮りたいと思って、まあ、ちょっと自分の好きなところペラペラ喋ったんですけど、ダンダンダンダダンスっていうところの時に、まあ、ジュリとね、その 2PM のね、人が、まあ、センター割りしてる時に、真ん中にね、ジェシーがね、ドジャースのユニフォーム着て踊ってるんですよ。なんか、何やってんの、ジェシーみたいな。まあ、ジェシーもね、ビッグバン大好きだから。まあ、最近さ、そのストーンズって、まあ、キョモが一人でちょっとそのバンド活動というか、まあ、アーティスト活動をやったりとか、もちろんそういうのって、まあ、よくメメとか、二宮くんがしたように、スノーマンに還元できるお仕事をする。嵐に還元できるソロのお仕事をするって感じで、多分キョモもそういった要素はあると思うんですけど、まあ、ただジェシーだったら、玉木浩二さんとか好きじゃないですか。で、ジュリだったら、ジブラさんとかね、そういったラップを尊敬してる人たち。まあ、そういった、まあ、カバーアルバムじゃないけど、もちろんね、まだデビュー4年だし、これから5周年ってところで、まあ、もう少しグループ活動をメインにしてほしいんですけど、例えば、そうだな、10周年以降とかなのかな、それかまあ8周年ぐらい。10周年の時はそれはグループでの活動をメインにしてほしいから、逆に8周年とかでもいいと思うんですけど、まあその、キリが良くない数字って言い方は良くないんだけど、そういう時にラップのカバーアルバムとか、ジュリだったらね、で、ジェシーだったら玉木浩二さんとかみたいな、そういう自分の好きなアーティストのカバーアルバムみたいな、そういった個人というかソロでの、その歌に対して、音楽に対しての、なんか活躍の場みたいなのもあったらいいんじゃないかなと思いますね。そのなんか結構僕スマスマのね、ゲストの人と一緒に歌うっていうのが結構好きだったんで、スマップの声が好きだったんで、やっぱそのジュリの声のラップでビッグバンを聴きたいとか、ジェシーの声で玉木浩二さんの楽曲を聴きたいとかっていうのもあるので、まあ、もちろん玉木浩二さんとかビッグバンの楽曲が素晴らしいってのもあるんだけど、もちろんそのオリジナルも好きなんだけど、ジュリとかジェシーの彼らの声、まあそういったキョモもそうなんだけど、彼らの声が好きっていうのもあるので、まあ、いつかやってくんないかなと思いますよね。せっかく、ね、ジュリの声でラップを発揮できる場所が、バラエティだけじゃちょっともったいないって気もしますもんね。はい、今日はですね、ジュリのこのラップが、もうファンタスティックベイビーがもうかっこよすぎたってところについてお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、もうジュリの血管くれっていう人だったりとか、まあ、僕みたいな変態ぜひコメントで教えていただけたらなってに思います。はい、自分はですね、こういったストーンズの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなってに思います。ジュリの前髪ください。またね。